名所江戸百景、利根川バラバラ松明剣島は旧江戸川の島。南北の幅は約700メートル、東西の幅は約200メートル。東京都江戸川区東葛西三丁目の一部で、すぐ東側の旧江戸川の水面をと県境が通る、東京23区唯一の自然島である。島の周囲はすべて壁のように、コンクリート護岸で囲まれている。 護岩工事が行われるまでは流れる島と呼ばれ、徐々に移動していた。島にある建物のほとんどは工場だが、50人ほどの住人もいる。北部に病研神社がある。裏安橋から島に降りることができる。河西橋通りを往来する車両は、ただの工場地帯として通過するばかりで、島であることに気づく人は少ない。島民はいるが、人の気配はほとんどなく。 トラックと猫の多い島である。最古の記録は南北朝時代の1362年。島に病剣道が建立されたという記録がある。近辺の猫座根も1417年頃には陸地化していたとされる。14世紀後半のパリア海帯などにより川口の陸地化が進んだものと思われる。下宇佐国の国府を流れる太日川の河口であり、交通の要所だった。 付近には、長島工場があったという説がある。長島には、長島港があり、国府の外交の一つとして栄えた。また長島には1372年に、カトリ神宮の川崎があったことが知られている。江戸時代、下佐国欠間間村の飛び地だった。島の北は、行徳線の航路になっており、江戸の庶民にとって馴染み深い地域だった。極低馬金。 南総里見八県伝の舞台として登場した。1895年、千葉県から東京都に編入された。明治時代後半より工場が立ち始め、第一次世界大戦後の昭和初期には工業地帯化した。なおその頃の浦安周辺の様子は、山本周五郎、青部家物語が詳しい。1940年、浦安橋が開通した。 2011年10月14日放送のタモリ、クラブにて妙見島が取り上げられ、島内にある業務用マーガリンを主に生産する、月島食品工業東京工場、妙見島の名前の由来ともなったとも言われる、妙見神社、都内でも最大の会員制、マリンクラブである、ニューポート江戸川などが紹介された。妙見とは、千葉市の守護神である、妙見菩薩のこと。 妙見信仰は、千葉市が信仰していた日蓮宗とも密接に関わる。日蓮宗は、中山法ッ教授を中心に布教が行われていた。妙見堂の混流は、千葉市が笠井地区へ進出する足掛かりだったという説もある。なお、初代の妙見堂は、東一の江村の妙覚寺に移されている。ABCDEFGHIJKLMN 大脇山。 中原2009、P222、妙見神社神社散歩、新編武蔵国風土機構葛飾郡東、市の江村妙見道。湯浅春久によると、千葉県市川市の法宣院文書に、猫魔工の記述がある。小田原州所領役長の解釈、葛飾紀の上官説、旧尾根木屋文書、藤原長者に上司をよろし移し、湯浅春久の説。 ありがとうございます。